生命体の破滅にございます。さよう、準備は整った。いよいよじゃ、憎き光の者たちへの復讐を。何の騒ぎじゃ。女王様、大変です。暗黒の戦士たちが暴れます。見つけたぜ、女王様。さあ、俺と共に宇宙を手に入れよう。待て待て、女王様は俺のもんだ。勘違い野郎は引っ込んだろ。ああ、生きがってんじゃねえぞ、ザコ。やめなさい、二人とも。争う相手が違うであろう。わらわを喜ばせたいのであれば、いまいましき光の戦士を血祭りにあげるのじゃ。ちゅ、分かったよ。決着はお預けだ。命拾いしたな。こっちのセリフだ。まさかあの二人までもわらわの勝利となるとは。素晴らしい効き目じゃの。魔法の香水、ダークチャーム。怪盗ヒマラよ、よくぞあの厳重警備なウルトラミュージアムからこれを盗み出してくれた。お手柄じゃ。そんなそんな、もったいないお言葉。何にせよ、言い伝えは本当じゃったな。この香水の匂いを嗅いだ闇の者は皆一瞬で使用者の虜となる。さて、十分兵隊は揃った。いよいよ全宇宙がわらわのものに。ゾグ様、それで約束の方は。って、ちょっと待って。行ってしまった。あ、しかしどうやら気づかれてはいないようですね。私がミュージアムから盗んできたものがダークチャームだけではないことに。キラーン、ついに手に入れたぞ、幻のお宝、キャラチェンステッキ。美しい、私は美しいものが大好きなのです。あ、そしてなんと、このステッキには人の性格を変えることができる能力も宿っているらしい。これを使いこなせるようになったら、あの偉そうな女王にも一泡吹かせてやれるはず。待っていろ、自由な生活よ。暗黒の女王ゾウゾウ、ダークチャームの力で築き上げた闇の大軍勢を率いて全宇宙同時攻撃を開始した。対する宇宙兵隊も全総力を挙げて立ち向かう。ウルトラの歴史に名を刻む戦いの幕開けである。
レイディー兄さん、この次から次へと現れる宇宙人や怪獣たちはやはり、ああ、おそらく何者かがダークチャームを使い従わせているのだろう。早く死亡者を見つけて取り返さなければ、いくら倒してもキリがないぞ。ゼーハーって言っちゃったよし、ここまで来れば大丈夫だろう。もう戦いは嫌いです。って、うわー、それはキャラチェンスッキー、お前が首謀者か。怪盗ヒマラ、すぐに破壊活動をやめさせろ。いや、まあ盗んだのは両方私ですけど、ダークチャームは使ってませんし、この破壊活動も私の指示じゃなくてですね。言い訳は警備隊本部で聞く。さあ、おとなしく一緒に来い。やだ、こうなったらキャラチェンスデッキ発動。恥ずかしがり屋さんに、なー、まずい。エティ兄さん、うわぁ、人がいっぱいいる。ちょっと、みんなこっち見て。恥ずかしい、見ないね。成功だ。80は、80じゃない、AD はステッキの力で恥ずかしがり屋さんになったのさ。大丈夫、時間が経てば元に戻りますよ。次はお前に。怪獣って味方なのか。まあいいや、ここはこの子に任せて逃げるとしましょう。アディオース。待て、エティ兄さん、こいつは僕が。兄さん、ヒマラを追ってください。すまないが、恥ずかしいから無理だ。あと、大きな声で名前を呼ぶのもやめてくれ。恥ずかしくて胸が這い下げそうだ。魔法道具図鑑があったはず。まずはそれを使って盗まれた道具について調べなきゃ。
そうか、てめえらがこの事件の親玉か。いいから国を呼ぼうぜ。手土産にして女王に届けるからよ。いいな、いつかお前が言っていたな。自分のためではなく誰かのために戦うことでより大きな力を発揮できると。今ならその言葉の意味が理解できるよ。なるほど、こいつらダークチャームに操られているのか。全ては女王のために。消えろ。次はダークチャームを使って闇の者たちを操っている奴を探さなければならないだろう。よかった、やっといつものエディ兄さんに戻った。レミウスを泣き虫にしてみました。やばい、超楽しいですねこのステッキ。ならそれくらいにしておかないと2体目を見ることになるぞ。あ、いいんですかそんな口の利き方しちゃって。テンション高くない。返せって言ってるのがわからないのか。やっほーい。ゼロだ。よかった、無事みたいだね。イエーイ。首謀者は見つかったのか。てめえは暇だ。なるほど、キャラチェンステッキのせいか。なんて恐ろしい道具だ。何人増えても同じことですよ。みんなこのステッキで戦えない性格に変えちゃいますから。やれる女ならやってみろ。ただし効果は一振りで数時間しか持たない。
一番最後に使用したものに効果が出る。ってことは対処法は魔法の奇跡。今だ、奇跡発動。子供っぽくなーれ。しまった。十分でしょう。そろそろ私は今早速出番でも光エネルギーを送ろう。大きな声で頑張れって言うよ。せーの、なに、なぜキャラチンスティックの解除方法を知っている。ちょっとあなた方やめなさい。お願い届いて。奴らが死亡者か。いや、まだ群れがいる。正体はわからないが、女王と呼ばれているやつ。女王には手出させんぞ。これはまた楽しそうなメンツが揃ってんじゃねえか。メビウス、お前はお姉さんを。こいつらは我々が。はい、行くぞ。ゼロ、ティア、レクサス。一緒に光を送ってくれ。お姉さんに向かって頑張れって言うんだ。
ろしい闇エネルギーだ。もう少し待っててくれ、今終わるところだ。何をしておる火花、お前も戦わぬか。ザコ様、私の星の仲間たちは解放されましたか。何、香水を盗み出したら解放してくれる約束だったでしょ。火花、戦闘能力のないお前を未だに生かしておる理由が分かるか。え、気まぐれじゃ。お前は今わらわの気まぐれで生かされている。死にたくなければさっさと戦え。約束は、私の仲間たちはどうなる。わめくな、黙ってわらわの命令に従えばよい。私はもうお前の怒りにはならない。このステッキを使ってお前に勝つ。くらえ、ステッキ発動。わらわに歯向かったこと、あの世で後悔するがいい。そんな、やめろ。なんで私なんかをかばって。あいつに歯向かうってことは、お前にはダークチャームが効いてないってことだ。つまりお前の心は闇じゃねえ。だから助ける。理解できる。そんな奴のために恨む傷を負って何になる。死ぬかよ。俺たちはずっと昔からこうしてきた。心に光を持つ奴らを命を懸けて守り抜いてきた。説明なんていらねえだろ。くだらん。早いこと負けを認めるか。そんな体で貴様らに勝ち目はない。勝ち目なんてなくても僕たちは戦う。おいおい、その傷でまだ戦うのか。当たり前だろ。お前も一緒に来るか。仲間を助けたいんだろ。ゼロ、私は怖い。俺だって怖えよ。でもな、裏切れねえんだよ。ウルトラ戦士の人形を力いっぱい握りしめながら、ありったけの声で頑張れって叫んでるみんなを。お前にもあるんだろ、守りたいものが。クサ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 今だ。ゼロ、私に考えがあるんだ。これを使おう。それはダークチャーム。お前、いつの間に。私は怪盗、盗むのが仕事だ。頼りになるじゃねえか。で、それをどう使う。お姉さん、さっきはごめん。これを使ってくれないか。女性じゃないと効果が出ないのだよ。頼む、一振りでいいんだ。わかったら、宇宙の電話のためだもんね。さあ、これで全ての闇の戦士は君のしもべだ。一気に毒を攻め込もう。Thank you.
ワンダに夢中だよ。ほら次の指示を。ウルトラ戦士と協力して、あの超倒せないより。オーケー、お前の頼みならしょうがねえ。何、まさかダークチャーム今は貴様の仕業か。邪魔見ない。よっしゃ、終わらせますか。行くぞみんな、全力で合体攻勢だ。まさかイリューたちと協力して戦う日が来るとはな。だが香水の効果は一時的なものだ。魔力が切れたらまた激動し、操られていた時の記憶もない。ありがとうございました。私、気にすんな、お前のおかげで助かったぜ。お姉さんも会場倒したことの僕が同じ死ぬ気がいったな。死ぬ気がいったな。死ぬ気がいったな。こいつはおそらく地獄からの死者ゾグを葬りに来たのだろう。だがこの様子、目につくもの全てを巻き込むつもりだ。面白い、もう一勝負ってことか。まとめてぶちのめしてやる。行くぞ戦士たち、これが最後の戦いだ。行くぜザギ、足引っ張んなよ。うるせえ、やれるか。誰だと思っている。俺があの女を守る。違いするなよ。
お前らへの憎しみは永遠に消えない。いつか必ず。ダギイービルやめるのじゃ。ち、あ、そうだ、今日はお友達がたくさん来てくれてるから、二人も気が向いたら思い出作りに来なさいよね。悪いことしたら口聞いてあげないでおじゃる。わかったよ。行くぜ。サスペクト、私は囚われている仲間たちを助けに行きます。私たちも手伝うよ。ありがとうございます。あとこれ、本当すいませんでした。私も早くこのスティッキの力出して勇気を出せる男になります。あれ、これ先っぽ光ってなかった？そういえばお姉さんに向けて使った時消えちゃった気がします。それはきっと魔力切れだな。え？ってことは、お前の勇気はステッキの力で出たものじゃなかったってことだ。よく頑張ったな、今。ありがとう、ゼロのおかげです。よし、行くか。そうだね、みんな、みんなの愛が俺らの最強の武器だ。これからもずっとずっとよろしくな。ウルトラ戦士たち、本当にありがとうございました。バイバーイ。こうして暗黒の女王ゴルの野望はキララの勇気によって打ち砕くことができた。だがこれからもウルトラ戦士たちは戦いを続ける。愛に満ちた世界を築くために。夢の翼を